今日集まってもらったのは他でもないわ。みんなに重大な話があるの。なんだろう。いつになく真剣だな。何か由々しき事態でも。ちょっと怖いね。何か重大な話かな。そう言わなかったっけ。言いました。これはとても大切なことなのよ。人助けだと思って協力して。なんだろうね。じゃあ詳しい話は白金くんにしてもらうから。どうしたの。早くさっきの話してよ。は？温泉？温泉ってあの温泉だよね。そうだろうな。風流ですわね。ひょっとしてみんなで行くの？あるの？それとも人を探しに行くのかな。それだとね。ちょっとどういうことよ。光月先生に脅されてみんなの助けがいるって。何よそれ。あの先生のことだから、ひょっとしたら学園中を巻き込んで何か大変なことをしでかすんじゃないかって。それに世界が終わったような顔して話持ちかけてくるから。あのね。はいはいはい。ミキはみんなが行くなら行きたいです。私も行ってみたいです。私も行くぞ。たとえ一人であろうとな。そなたの危機なのであろう。いい子はないのか。いや、なんでもないぞ。ああ、なんでもない。タケル様、私ももちろん参りますわ。タケル様の窮地を見過ごすなどできようはずもありません。いい子もよしよしもないのですね。何でもございません。何でもございませんとも。さあ、私も行く。絶対絶対行く。ねえ、タケルちゃん、私いい子？さすが、助かる？ねえねえねえ。ひどいな。ケイちゃんは？いいね。温泉。そうだね。温泉は掘り当てようとしても早々に出るものじゃないから、この人数じゃ厳しいと思うよ。そうなると目的地を絞らなくちゃいけないから。いいよ。あら、でも柏木さん、大学バスケ部の合宿があるって言ってなかった？ああ、それ今年は何かの都合で年明けになったんだって。だから問題ないよ。行くわよ。私も行かなきゃ助けたことにならないんでしょ。まったく。榊さんがどうしても嫌ということであれば無理強いすべきではありません。こちらで影武者を立てましょうか。え？そうですね、
榊は外見に特徴があるゆえ、影武者を立てることはたやすいであろう。行くわよ。影武者なんてダメよ。嘘はいけないわ、嘘は。いいの。自分をごまかすのもほどほどに。何ですって？え？いつから行くの？じゃあ帰ってきたらすぐクリスマスだね。賑やかな年末になりそうだな。了解。